またまた 5.5 畳なタワー室を防音室に変えていきますよ。そう、押し入れがあるんですね。ここは1畳分あるので、そこがさらに広くなるということです。まあちょっと小さめの防音室ではありますが、私にはぴったりの防音室です。そしてこんな感じです。さあ、押し入れがぶっ壊れております。ぶっ壊しております。こんだけ広くなりました。 6.5 畳になりましたね。そう、防音室は一回り小さくなるので、ちょっと天井も低くなっておりますよ。さあ、順番に見ていきましょう。出入り口から見たこの光景、じゃーん。そして奥の壁はこんな感じ。あ、これは室だ。こんな感じ、こんな感じ。そして例の押し入れはぶっ壊しました。そしてこんな感じ、棚を置く予定です。そして入って右側の窓側は残しておきます。とっても大きい窓です。お気に入りです。そして入って奥の窓はなんと壁になってしまいました。そう、こちらは壁にしております。ちょっとこんな感じで和室がなくなりましたが、防音室に見事変身しました。さあ、全体の図を見ていきましょう。じゃじゃじゃん、外開きのドアに無理やりやってもらいましたよ。デッドスペースなくなるからね。こんな感じです。いいねいいね、ここにピアノが入るわけですよ。下はダークブラウンの床で、ちょっとシックな感じにしております。この電気は実家から持ってきたやつです。完成。ゴムマツタかぶったらもう担ぎましょうか。はい、じゃあ、ピサさんお願いします。はい、切るよ。せから見えてるって、あの人知ってんのかな。